結構おおで今回やるためというかね。いつもと一緒。彼が福井の方やって思ったけど。お願いします。ハイレベル。先生もね、そんな遠くでずっと危ない。ちょっと飲み物作る余裕はある。あれよ。じゃあアイスコーヒー。はい。はい。ほとんどない。ちょっと待って、どれぐらいまで。ずっと頼むわ。すごいね。100万円ちょっと。はい。5000万ちょっと。けど、あの、簡単に使わせるチャンスがある。すごい爆弾だからね。まあ、好評はせんけど、ね、したらバンバン金で買えるもんね。買えるけど、好評するぞ。あ、なんか食べました。はい、どうぞ。50枚交換か、47枚交換だった。でかかったわよ。はい。リフペル。あまり欲しいね。全然違うね。全然違う。全然。3回やったらいいよね。けど、さすがに47は言わんと。それは言わんかったいや、けど、40。お水ください。やめるからね、知ったことじゃないことだね。普通は本当にけどね、なんかね商品らしい。卵は何かしばらく食べたら感じがする。
あれから長田さん、取り上げるから。いや、朝飯食ってたけど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 、今度グリーンや。今度グリーンで見える。いいの、味が違う。そんな、どこで売れるか、そんなが。なんか4個パック、4個入りのパックがあって、懐かしいな、これ。食ったもんね、そんなの。なんか読んどせよ。DMM。寝る前食べたけど。あと慣れたいよ、私は。沢市景色は。なんじゃ、ある昔の。今日来た。あ、こうだ。3000だもん。2900円読むが。2900円。読みたわ。14個あったら違うとはね。いや、じゃあ、俺ね、馬で8個買うの、漫画が。それ。あ、慣れたやつ。お母さん。14個で、全巻。まあ、なんか漫画がやってたのかね。なんか漫画がね。ハルクの漫画でどこ行ったかやろ、まだ分からないけど、自分は来てるね、行った記憶もないわ。忙しい、結構あるよね、入社式、そうやね、来週前半式、やっぱ俺でやったら、ちょっとね、俺、何か知らんけど、知らんけど、本数が全部ないな、ちょっと、レアマルクスな、それも答え、何だっけ、すごい、県内にちょっとじゃないわ、ちょっと違う。鬼が落ちちゃった。アベルガリでちょっとやるやる。今年になって連絡してくれないし。俺。どうですか。いやいやいや。だけどちょっと後でも知らないし。俺釣りが趣味だと趣味のことも知らなかったから20年。今頃なんか進路どうしようとか。え、けど20年前は幸せね。そのまま今ほどは幸せないね、工業がいいやん、通貨がいいやん、いやもう工業と通貨ってもうだいぶ違う、仲間の勝負何忘れちゃうの、忘れちゃう、忘れちゃう、忘れちゃう、あ、タイヤが忘れちゃう、うん、あるある、ちぎれちゃった、ちぎれ当たってないかも。漫画は漫画に漫画の覚えてない。俺もドラゴンボール。ドラえもんかもしれん。ドラえもんアニメで。漫画っていう概念なかった。ずっとテレビでやる漫画。コンビニから行ったのではないか、コンビニがあるから、もう一回入れて帰ってきたのがいいや、そんなのが違う、なんか言ってないね、財布は何て言うのか、そうか、やっぱ全館の買い始めたら、そうか、だけどなんとマドロップとか、フフフフ、野球だよね、気まぐれオレンジ、ちょっとエッチな20万くらいよ、タッチの勉強で全般で聞いたことはあるけど、多分それ固まってるわ、思ったね、やっぱ飽きてくるね、そうないしかし、だね、飛び起きを飛び起きないね、何もないね、当地のお前おらずだ、飛び起きた王将やるか、王将ないトーチトーチ。あとコーチコーだ。
種だけど、多いです。Thank you.
BGQ が出だしてるから、そういうタイミングで出てくれてる。10、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 
Thank you.
それで見てもまさきとくれない。あ、俺のこと嫌われちまうかなって思っちゃった。してないやん、俺の。なんでこれどうするまだ。最速が気がする。遠くん今日どう？こそたろくんが。最後に言ってくれる。でも、うまいわ。全然そんなこと聞きましたよ。どう？デイユーは全然悪い。また2試合に。
か。一番はいいね。Thank you.
出れたから出れたよ、出れたよ。月額で払ったんで、そう、もうあの勝手に行って勝手に頭転がして勝手に掃除して帰る。スタンバイです。よりおかさん、坂本さん、スタンバイです。もうあんまり行かないね、5000円。でも出しとる人は2万円出しとる人もいるし。多分5000円、1万円、2万円。そこはだって別にね、監視カメラも何もないんで。2番テーブルです。坂本さん、坂本さん、2番テーブルです。こっち？維持はできてる、なんとか。なんとか。維持できてるだけやから、もう上手い人には勝てる。スタンバイです。萩原田辺さん、花城さん、スタンバイです。試合です。萩原かなみさん、一番テーブルです。岡ちゃんたち。はい。